てててて、イェイ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 、優しくて明るい面白い男の子、ヒロキでーす。ヒロキ。ハラロー、ヒヒロー、はい、どうもこんばんは、YouTuber、ヒロキでーす。はい、今回は、とても残念な話をしたいと思います。俺が いじめられた話。くそー。まあ思い出すだけですぐ嫌な気持ちになるんですけど、今回はね、俺がいじめられた話をします。僕は幼い頃からまあ、いじめられやすいタイプで、まあ、小学校、中学校、高校と、まあ、ずっといじめられてきました。で、まあ、その思いをね、今からここで、話したいと思います。俺がいじめられた話。まずはね、小学生の頃から。小学生の頃は、僕、まあ、普通に通ってて、まあ、その頃はまあ友達があんまりいなくて、でまあ6年間まあいろんな生活をしてきて、まあ仲良くやってたんですけど、まあ小学生の時にまあひどいいじめがありまして、まあ僕が小学3年生の頃に、まあ友達と一緒にまあ鬼ごっこ、まあかくれんぼ、まあ、休憩時間でまあ一緒に遊んどったんですけど、急にその友達がここを僕のお腹を思いっきりグッて殴られて蹴られた。で、あと小学生の時に大変な、まあ、事件があって、僕がやってないのに先生の車を友達が石で投げて、まあ、その友達が犯人は広川くんがやりましたって言って、僕はやってないって言って、まあそっからもう説教されて、まあ5時間ぐらい説教されて、まあその上体操服着られて、まあ廊下に立たされたこともありました。まあ、それがまあ小学生のまあいじめで、まあ、もう一つのいじめが、小学生にかつてない、まあ、イベントがあって、まあ、そのイベントが、まあ、とても残念で、まあ、僕は本当は友達がいなくて、まあ、一人で、まあ、見学しようと思ったら、まあ、先輩後輩がおって、まあ、先輩にこうやって「広川チョコイヤ!」チョコイヤー、ヒロカチョコイヤー、ヒロカチョコイヤー、ヒロカチョコイヤーで思いっきり殴られました。誰もいないところで、スミッチョの方で思いっきりバンバン殴られました。こうやって、クソガチヤーって殴られました。まあ、めっちゃ痛かったです。血が出るまで めっちゃ痛かった。もうタンコブもう腫れてて、でまあ後で病院に行ったんですけど、めっちゃ 痛くて、まあ、ここに注射されました。まあその思い出がね、まあありました。まあ実際では、まあ、小学生で、次中学生は、まあ中学生はね、ほとんど、まあ、いじめを受けておりました。でその多数なんか転校、違う学校にまあ行ったというね。まあ中学生になると、まあ僕のまあ中学生は大体ヤクザがおりまして、ヤクザがまあ、その分のヤクザがおって、でまあ僕、まあ、クラスにまあやんちゃらなやつが一人おって、その人からまあ僕のいきなり「おはようございます」なので、いきなりもう殴り かけて「おはようございます、おはようございます、おはようございます」、もうめちゃくちゃ嫌になりました。であともうババクリされました。まあ中学生の友達から、まあ、ババクリ、お金を取られました。ババクリをされました。こうやって、ヒロカワよこせよ、ヒロカワよこせよ、いいだろうが、ヒロカワよこせー、
チクイヤチクイヤチクイヤ。では何度も何度も、お金を取られました。一日だけじゃなくて毎日取られました、僕がおる間で。まあ先生には見つからんかったんですけど、後で僕が怒られました、先生にもう説教されました。まあそれがまあ中学生のいじめで、まあ他にもあるんですけど、まあ高校、次高校生になると今度は、まあ、高校生でも、まあ、ヤクザはおらんかったんですけど、まあ、不良たちがおりましたね。でまあまあ、不良には苦手だったんですよ。足震えてこうやって高校行きたくない高校行きたくないっていう、まあ言って、まあ、無理やり行かされて、でまあ高校はもう大変なことになりました、まあ、これは今 言ったらもう悲しくなります。まあ弁当を食べる時、高校生、まあ、僕が高校生の時に弁当を食べる時だったんですけど、思いっきり僕のクラスにやんちゃな人がおって、それなんかナイフ持ったんですよ、包丁みたいなナイフ、本物本物で、まあよくある話、ナイフでグジッと刺る、ナイフで、まあこのやん、僕は高校生の時にやんちゃな人がナイフ持っとったんですよ。で僕に急に刺さりかかろうとして、こうやってお腹をブスッとされました。ひどかわやってんだよブサッ、ああで、まあ思い切りやられました。もう血が出ました。もう一瞬死ぬかと思いました。僕ね、一瞬死ぬかと思いました。もう人生終わりかなと思います。で、まあね、まあ先生に助けてもらって病院に行ったんです。めっちゃ痛かったです。もうやんちゃな一人ね、まあ、ほとんどね、もう僕が行ってる高校とか小学生とかは、もういじめが多い。もう包丁持っとって、本物の包丁持っとって、もう刺さりかろうとして、こうやって、ひろげー、許さぞ、あらー、もうお腹、もうとても嫌になりました。あと一つが、まあ、女子からにもいじめられました。まあ、高校の時ね、まあ、小学生にまとって、まあ、女子からには、女子もね、ナイフ持っとったんですよ。で、なんでナイフ持っとったって言ったら、ん？お前を殺すためだって言ったんですよ。でもびっくりして逃げたんですけど、逃げて、石につまずいて、まさか、もう、こうなると思わなかった。先生の車を、俺が、ぶっ壊したんですよ。石につまずいて、ま、女子全員にナイフ持たせて、お前を殺すためだ。で、僕は逃げて、はぁ、怖い、怖いって、石につまずいて、先生の車をぶっ壊した、俺が。で、あとです。弁償されました。もうめちゃくちゃですもん、完全に。まあ、というお話でした。以上、ワウワウ、広くかっこいい、広くかっこいい、最後まで見てくれてありがとう、最後まで見てくれてありがとう、広くかっこいい、ラブ、タンキュー。